プリントアウトで超簡単に作れる桔梗です。ダウンロードした型紙を A4 色上質紙にプリントアウトします。真ん中の線で2つ折りにしたら、花の中心線でもう一度折ります。つぼみの型紙が見える方から空いているところをホッチキスで留め、3つに切り分けます。つぼみから切り取りましょう。1箇所切り込みを入れておきます。次に花を切り取っていきます。両面に印刷がありますので、切りやすい方から切ってください。最後にホッチキスで留めたところを切り落とします。花びらに折り目をつけていきます。最初につけた折り目を横向きにしたら、時計回りに花びら一つ分回して折り目をつけます。また一つ分回して折り目をつけます。回しながら全部の花びらに折り目をつけます。全部折れたら、花びらの折り目だけをしっかりと山折りにします。花びらと花びらの間は谷折りにします。これで桔梗の花が2つできました。つぼみは切り込みのところで重ねて作ります。木工用ボンドを楊枝などで花びらの先の細い方に少しだけつけます。細い方が表になるように重ねて貼ります。膨らんでいる方が表です。はみ出た部分は切り落とします。花の中心には黄色い紙をパンチで抜いて貼り付けます。花に貼り付けるときは中心を押し出してから貼り付け、貼れたら元に戻すと作業がしやすいです。葉っぱと額の型紙を色上質紙にプリントします。折り目の線で4分の1に折ったら、空いているところをホッチキスで留め、線に沿って切っていきます。額がバラバラにならないようにホッチキスで留めて、先に葉を切り取ってしまいます。額はギザギザの部分から切っていきます。最後にホッチキスで留めたところを切り落としましょう。つぼみの根元に額を貼ります。花も葉も一色ではなく二色以上で作ると華やかな感じになります。台紙に貼るときは立体感が出るように、花は中心だけに、つぼみは額の部分にだけボンドをつけて貼りましょう。葉っぱの真ん中にも折り筋を入れるとより立体的になります。プリントアウトするだけでたくさん作れるので、大きな壁面を飾るのにも向いています。使い方を工夫してお楽しみください。